お前は水だけで十分だろう。周りの人に聞こえないくらいの音量で言ってきたのは、俺の上司だ。彼は学歴重視の人間で、高卒で本社配属になった俺のことを嫌っていた。しかし、この人は知らない。俺がとんでもない切り札を持っていることに。そして、事態は予想外の展開を迎える。俺の名前は上田、26歳。高卒でとある会社に入社した。校内テストで上位3位に入るくらいの成績だったけれど、父を早くに亡くしたため、大学へ進学するほどお金に余裕がなく、高校卒業後はすぐに就職。俺は会社直営の工場に配属となった。工場は俺みたいな高卒や中卒、パートやアルバイトの人が働く場所だ。しかし、俺は工場でどんどん昇進。26歳になると、高卒ながら異例の本社勤務となった。頭のいいお前に単調作業の多い工場勤務はもったいないと思って、俺が本社に提言したんだ。俺が本社で働けるようになったのは、工場長の野田さんのおかげだ。野田さんは入社当初から俺の面倒をよく見てくれた。野田さんによると、俺は亡くなった彼の息子に似ているらしい。お前と同じくらいの年齢の時、病気で亡くなったんだ。ある時、飲み会で酔っ払った野田さんからそんなことを聞いた。息子を失った野田さんの悲しみを想像して少し悲しくなる。同時に大切な自分の息子と俺を重ねてくれて嬉しい気持ちになった。そんな野田さんに背中を押してもらい、俺は春から本社の資材管理部で働き始める。俺の仕事は工場長とのやり取りや生産状況の把握など、現場での経験を生かした業務が中心だ。おかげで本社勤務になっても野田さんとやり取りが続けられているのだが、一つだけ問題があった。なんで高卒の低学歴が俺の部下なんだよ。バカと話していると俺もバカになりそうだ。俺に対して辛辣なことを言うのは資材管理部の北野課長だ。北野課長は高偏差値の大学出身者でそこそこ仕事ができる。だけど彼はかなりの学歴主義で、うちの工場で働いている人たちを見下したり馬鹿にするような発言が多い。異例の昇進で俺が本社にやってきて、北野課長は苛立ちを感じているようだ。俺の足を引っ張るなよ、無能が。北野課長は周りから見えないところで俺をいびってくる。最初は俺のことを罵倒するだけだったけれど、最近は俺の私物をわざと捨てたり隠したりという嫌がらせをするようになった。俺もやられっぱなしだったわけじゃない。録音でもして人事に相談しようかなんて思っていたらすぐにバレてしまった。無能の企みなんて俺にはお見通しだ。次同じことをしたらただじゃ置かないからな。その時の北野課長はとても恐ろしく、俺はこれ以来ろくに抵抗もできず、北野課長からのいびりにひたすら耐えていた。さらに、北野課長は我が社で有名な超やり手の本部長の息子だ。本社勤務になったばかりの俺と比べて人脈はたくさんあるし、下手に周りに訴えたら、俺の立場が危うくなる。日々増していくストレスを抱えながら、手も足も出せない状況が続いていた。そんなある日のこと、どうした上田、なんか疲れてるみたいだな。その日は俺が働いていた工場へ赴き、野田さんと仕事の話をする予定になっていた。俺の顔を見た野田さんは開口一番そんなことを言って心配そうな表情を浮かべる。俺に話せることがあったら遠慮なく言ってくれ。野田さん、実は。野田さんの優しさに触れた俺は、気づいたら本社でのことをすべて話していた。そいつはひどいな。相手の名前は？資材管理部の北野課長です。まさか、本部長の息子か？
野田さんは驚いた様子で目を丸くしている。やり手の本部長の息子が本社で働いているのは、工場勤務の野田さんの耳にも入るくらい有名なことなのだろうか。俺が野田さんの問いかけにうなずいて返したと同時に、社用スマホに噂の本人から電話がかかってきた。お前、今どこにいる？サボってるならただじゃおかねえぞ。電話の向こうから聞こえてきた北野課長の罵声に、俺はびくりと体を揺らす。仕事で工場に。工場だと？そうか、お前の古巣か。そのまま帰ってこなくていいぞ。ケラケラと笑い声を上げる北野課長。彼の大声は野田さんのところまで届いていたようで、思い切り顔をしかめた。上田、変われ。え、でも。俺に考えがあるんだ。そう言いながら工場長はポケットからあるものを取り出す。首をかしげた俺を横目に、野田さんは北野課長と話し始めた。北野課長、はじめまして。工場長を務めております、野田と申します。あ？なんだてめえ。俺の元部下がとてもお世話になっているようで、ご挨拶でもと思いまして。すると北野課長が嫌味な声で野田さんを罵倒し始めた。ああ、お前のことは知っているぞ。中卒で工場長にまでのし上がったとか。まあ、中卒のゴミが必死になって頑張っても、工場長にしかなれないか。野田さんは北野課長の罵倒を無表情で聞いている。中卒のゴミカスには、現場仕事がお似合いだな。その後も散々野田さんを罵倒して、北野課長はケラケラと笑い声を上げながら電話を切った。想像以上にひどいやつだったな。すみません、野田さん。お前が気にする必要はない。まあ、見てろ。これからあいつをギャフンと言わせてやるからよ。そう言い、野田さんはにやりと不敵な笑みを浮かべた。その数日後、俺は会社の創立記念パーティーに参加していた。部署から数名が代表として参加するのだが、俺はなぜか北野課長に指名され、彼と二人でパーティーに参加。この日はコース料理で神戸牛が出ると聞き、貧乏暮らしの俺は心底楽しみにしていた。しかし、周りの人はステーキが出されたのに、俺の分だけ運ばれてこない。おや、そちらの方はステーキが来てないようですが。別部署の人が気づいて声を上げてくれたが、俺より先に北野課長が口を開いて、こんなことを言った。実は彼、昨日から腹を下しているんです。なので私がスタッフに行って、ステーキの提供をやめてもらったんですよ。神戸牛は美味しいですけど、油も多いですからね。なるほど。そうなんですね。別部署の人はそれ以上何も言わず、周りの人との会話に戻る。北野課長は周りに聞こえないくらいの音量で、俺に向かい嫌味な声を向けてきた。お前は水だけで十分だろう。貧乏人のお前に高級肉なんてもったいないからな。そう言い、歪んだ笑みを浮かべる北野課長。俺のことを嫌うのはいいけれど、こんな子供みたいな嫌がらせをしてくるなんて、仕事ができて頭もいいかもしれないけれど、一人の人間としては最低だ。そうですか。そこまでするほど俺のことが嫌いなんですね。よくわかりました。じゃあ、俺帰りますね。嫌いな俺とこれ以上一緒にいたくないですよね。腹痛がひどくなったので途中で帰ったと主催者に伝えてください。俺はすぐさま席を立って会場を出るが、北野課長がわざわざ会場の外までついてきて、俺に嫌味を言ってきた。なんだよ、ステーキが食べられないからって拗ねてんのか？ガキかよお前。そう言い、下品な笑い声を上げる北野課長。ガキはどっちだよ。あ？
お前、今なんて言った?思わず漏れてしまった本音は、北野課長の耳に届いてしまったらしい。彼は笑みを消して、ぎろりと俺を睨みつけてきた。いい度胸じゃねえか、高卒のカスが。お前、明日から覚悟しておけよ。地獄を見せてやる。北野課長はそう言い捨てると、足早に会場へと戻っていく。俺は彼の背中を見送った後、ため息をつきながら自宅へと戻った。そして帰宅から数時間後、初夏のこの時期は夜になるのが遅い。この日は18時を過ぎてもまだ外が明るくて、だんだんと日が伸びているな、なんて考えていた。外に飯でも食いに行くか。靴を履いて準備をしていると、突然チャイムが鳴る。はいはい。そのまま玄関を開けると、そこにはスーツを着た二人の人物が立っていた。一人は先ほど俺を罵倒してきた北野課長。そしてもう一人は遠目からでしか見たことがない、我が社の超やり手、北野本部長だった。俺が驚きに目を見開いて二人を見ていると、本部長が勢いよく頭を下げる。俺の親友から話は全部聞いた。俺の愚足が本当に申し訳ない。そう叫んだかと思ったら、北野課長の頭を掴んで無理やり下げさせたではないか。しかし、俺はこの状況に特に混乱せず、そうですか、とうなずいて返した。本部長の親友というのは野田さんのことですね。俺の問いかけに本部長はうなずいて返す。そう。我が社の超やり手の本部長は、工場長の野田さんと親友なのだ。そして俺は、この事態になる前に、野田さんからすべての事情を聞いていた。まさか、今日こんな形で会えるとは思ってなかったので、最初は驚いてしまったが。野田さんと本部長の出会いは、数十年前まで遡る。中卒で入社した野田さんは、当初からずっと工場で働き続けていた。その後、大卒の本部長が入社する頃には、野田さんは工場で主任を務めていたらしい。本部長は入社した後、俺と同じ工場管理の担当になる。そこで野田さんと出会ったのだ。同い年だけど、経験値は野田さんの方が豊富で、新入社員の本部長はとても助けてもらったらしい。二人は年齢が同じということもあり、意気投合。立場を超えて、ずっと仲のいい親友同士なのだ。そして、野田さんが俺の昇進を最初に提案したのは、本部長だった。野田が認める相手なら間違いないな。その後、本部長経由で役員たちに話が行き、俺の本社勤務が決定。北野課長からの電話を切った後、野田さんが今まで話していなかったこれらの事情をすべて教えてくれた。まさか、野田さんと本部長にそんなつながりがあったなんて。あんまり大々的に話すと、本部長にごますりしたい連中に言い寄られて迷惑だからな。あいつ、昔は泣き虫のひよっこだったのに、今じゃ超やり手の本部長だろ。社長に可愛がられているし、別の会社ともたくさんつながりがある。そんな奴にいい顔したい連中はたくさんいるんだよ。過去に何かあったのだろうか。野田さんはげんなりした顔で言っていた。あいつも俺に迷惑がかかるからって、周りには俺とのつながりを言ってないんだ。だから、実の息子も俺と父親が親友だっていうのを知らなかったらしい。にやりと笑いながら野田さんが俺に見せたのは、北野課長と電話を代わる前に取り出した、手のひらサイズの何かの機械だ。それは?これは録音機器だ。俺は中卒で頭が悪いからよ。仕事相手との会話はこれで録音して、後から何度も聞いて確認するんだ。メモ取りながら会話できるほど器用じゃねえし、これが一番効率のいい方法なんだよ。そう言いながら再生ボタンを押すと、先ほどの北野課長の罵声が聞こえてきた。まさかこんな使い方をするとは思ってなかったけどな。これを本部長さんに聞かせてやるよ。
息子にどんな教育してやがるって。俺があいつを叱りつけてやる。え？俺が驚きの声を上げると、野田さんは怒りの感情をにじませた顔になる。お前のことは実の息子と同じように大切に思ってんだ。そんなお前を本社に送り出したのは活躍を期待していたからであって、こんな奴のサンドバッグにさせるためじゃない。悪いことをしたら罰を受ける。子供でも知ってる当然のことをあいつに学ばせてやるよ。そして野田さんはこの録音データをすぐにでも本部長に聞かせると約束してくれた。野田さん、本当にありがとうございます。俺が感謝の言葉とともに頭を下げると、野田さんは笑顔を浮かべながら俺の背中を叩いた。最初は俺の息子を重ねていたけれど、俺はお前自身の頑張りを評価して本社勤務に推薦したんだ。お前は頑張り屋で仕事ぶりも素晴らしい。その上、他人を思いやれる優しい心を持っている。そういう人間は自然と周りが手を差し伸べるものさ。この言葉に俺は思わず泣きそうになってしまった。でも今あいつ出張で県外に行ってるんだよな。創立記念日には帰ってくるらしいから、その時に電話して事情を話すとしよう。あと数日間だけ我慢してくれるか。はい、ありがとうございます。半泣きの俺に野田さんは笑顔を見せた。野田さんは創立記念日の今日、本部長に報告してくれるとは言っていたが、まさかこんなに早く事態が動くとは思っていなかった。出張先からパーティー会場へ向かう途中で、野田から電話をもらって事情をすべて聞いたんだ。それと今日は君が資材管理部としてパーティーに参加していると聞いて、慌てて会場へ行ったら、すでに君の姿はなくて、愚息にそれとなく事情を聞いたら、ステーキを食べられないから拗ねて帰ったとか、意味不明なことを言ってきたんだよ。ああ、それは北野課長の嫌がらせです。俺が腹を壊したって嘘をついて、俺だけに高級肉を提供させないようにしたんですよ。北野課長は俺の暴露にぎょっとした後、すぐに父親へ向かい言い訳を始めた。違う。俺はそんな低レベルな嫌がらせなんてしていない。黙れ。本部長の威圧感たっぷりの声に、北野課長は顔面蒼白になって口を閉ざす。俺は野田が録音していたお前の声を聞いた。自分の息子から出た言葉とは思えないくらい低レベルで下品な言葉の数々だったぞ。あんな言葉を平気で口にできるお前なら、彼にそんな嫌がらせをしたとしてもおかしくないだろう。本部長の言葉に俺はうなずいて返す。北野課長は悔しそうな顔をしながら小声でこんなことをつぶやいた。なんで中卒と仲良くやってんだよ。北野課長は誰にも聞こえないように小声でつぶやいたつもりだろうが、本部長と俺の耳にはバッチリ届いていた。俺の親友をまだバカにするのか。そう叫んだかと思ったら、本部長は大きな手をグーにして北野課長の頭に鉄拳制裁をした。いて。俺の親友に謝罪しろ。上田君にも今までの非礼を詫びるんだ。北野課長は痛みで涙をにじませながら、淡々といった様子で俺に頭を下げる。すみませんでした。絶対に反省していないだろうというふてくされた声だ。もし彼が心底反省して自分の行いを後悔したら、俺は素直に許しただろう。だけどその目は俺をきつく睨みつけているし、自分が悪いことをしたと分かっていない様子だ。なので俺は大きなため息をつきながらこう返した。あなたの謝罪は到底受け入れられません。はあ？俺も野田さんにはとてもお世話になりました。俺にとって野田さんはもう一人の父親なんです。そんな人に向かってあんな罵声を浴びせるなんて、俺は心が狭いんです。なのであなたのことは絶対に許せません。それに食べ物の恨みは怖いんですよ。神戸牛のステーキ、
ものすごく楽しみにしてたのに。俺の言葉に本部長が仕方ないとうなずいて返す。こいつの謝罪は心底反省しているという風ではないからな。君の怒りが収まらないのは当然のことだ。それに愚足の行為はこの程度の謝罪で済まされるものではないだろう。こいつのしたことはパワハラだ。問題行為を起こす社員は放置しておけない。このことは上層部に報告するから、そのつもりで。北野課長は慌てふためく。まさかそこまで大事になるとは思ってなかったのだろう。そんな、この程度のことで上層部を巻き込むなんて。この程度、お前のしたことは人間として最低の行為だ。どんな理由があろうとも、他人を傷つけていい理由にはならない。すると、北野課長は冷や汗を流しながら、俺にすがりつこうとしてきた。もう二度とあんなことはしない。心から反省している。だからどうか許してくれ。絶対に嫌です。自分の罪をきちんと償ってください。俺が北野課長の手を振りほどくと、彼は絶望の表情を浮かべる。覚悟しておけ。本部長の冷たい声に、北野課長はその場に崩れ落ちてしまった。その後、本部長はすぐさま上層部に今回の件を報告。特に、俺へのパワハラ行為が重大な問題と受け止められたようで、北野課長は別部署への異動と降格処分という重い処罰が下された。この部署は窓際部署と呼ばれているところで、リストラ対象者や問題社員などが集められているらしい。異動になった人は必ず数年以内に自主退職していて、北野課長もいずれこの会社から去るだろう。本部長は北野課長が職を失っても、一切支援はしないと俺に約束してくれた。課長がいなくなったうちの部署では、代わりに係長が課長に昇進。俺はまだ平社員のままだけど、北野課長がいなくなったおかげで、のびのびと働けている。野田さんには何度お礼を言っても足りないです。すべて終わった後、野田さんのもとへ菓子折りを持ってお礼に行った。俺は何もしてないよ。お前の頑張りの結果だ。いえ、野田さんがいなかったら今頃どうなってたか。何度も頭を下げる俺に、野田さんは苦笑いを浮かべる。気にすんなって。そんなに俺に恩返ししたいなら、今度一緒に飲みに行こうぜ。いいですね。あ、本部長も呼びましょうか。本部長にもお礼を言いたいですし。いいな、それ。俺の提案に野田さんは嬉しそうな顔を見せた。三人で飲める日を楽しみにしながら、今日も俺は一生懸命仕事に励んでいる。底辺企業はわざわざご祭りに来たんか。今すぐ帰れ。取引先の新社長が楽しそうな顔で俺を罵倒してきた。この人は俺だけでなく、俺の大切な祖父母まで馬鹿にしている。絶対に許せないと思ったが、俺みたいな小さな町工場の社長は、この人に逆らうことはできなかった。しかしこの後、意外な人物の仕返しにより、社長は地獄を見る羽目となる。俺の名前は飯島光太、35歳。父親は俺が小さい頃に病気で亡くなり、父が亡くなった後の母は、夫の保険金を使い男遊びに夢中になった。そしてある日、母は父の保険金だけでなく借金にまで手をつけ、返済できなくなると俺を置いて夜逃げ。途方に暮れる俺を引き取ってくれたのは母方の祖父母だった。あのクソ親父とクソババア、黙って金だけよこせばいいのに、いちいちうるせえんだよ。これは母がよく口にしていた祖父母の悪口だ。祖父母はとても厳しい人で、母にとってその環境は合わなかったらしい。しかし二人は確かに厳しいけれど、やることをやっていればちゃんと評価してくれるし、家族思いの優しい人たちなのだ。
俺はすぐに祖父母のことが好きになり、母と暮らしていた時より楽しい毎日を送るようになる。そんな祖父は昔、町工場を経営していた。小さな部品を作る工場なのだが、その仕事ぶりは大手企業にも評価されていて、小さな工場ながら業績は好調。現在、その工場は俺が継いで経営している。祖父みたいになりたいと言った俺に、大切な町工場を譲ってくれたのだ。俺が継いだ後も経営はそこそこ良かったのだが、最近は不況のせいで取引先が一気に減り、経営が落ち込んでしまった。そんな中、長年取引を続けていた会社の社長が病気で突然倒れてしまい、息子が新しい社長に就任することになる。命に別状はないが、息子に社長業を譲って治療に専念することにしたらしい。どうも、新社長の加藤誠一です。よろしくお願いします。新社長のところへ挨拶に行った俺に対し、誠一社長は間延びした声でそう言ってきた。ちょっとチャラチャラしているなという印象だったが、仕事を真面目にこなしてくれるなら別に文句はない。しかし、残念ながら誠一社長は、真面目な社長ではなかったようだ。お宅の部品ちょっと高すぎない？なんでこんな小さい部品にこんな値段がつくんだ？今回取引分から値下げしてよ。ある日、俺を会社まで呼び出したかと思えば、到底無理な価格で値下げ交渉をしてきたのだ。申し訳ありません。うちもギリギリでやってまして、値下げは無理なんです。俺がそう言って頭を下げると、誠一社長は面白くなさそうな顔をする。じゃあ、その代わりに納期短縮して、うちの製造ラインもっとスピードアップしたいんだよね。たくさん作って売り上げアップしたいんだ。申し訳ありません。それもちょっと。すると、誠一社長は、わざとらしい大きなため息をこぼす。ああ。あれも無理、これも無理って。じゃあ何ならできるんだよ。お前マジで使えないな。その日は何とか解放してもらえたが、これ以来、誠一社長は断るごとに無理難題を押し付けてこようとする。製造途中で設計の変更を命令された時は、あなた一体何を考えているんです？と思わず言ってしまいそうになった。部品製造は用意された型を使っているため、途中の変更はできないと当たり前のことを説明して、ようやく引き下がってもらえたのだが、こちらの都合を無視してばかりの身勝手な要求に、俺はだんだんと憔悴していた。正直取引をやめたいけど、今はあの会社との取引がなくなると、うちの経営に悪影響が出るしな。あまりにもひどい対応に取引中止を考えたが、今の経営状況ではかなり厳しい。どうにかしてごまかし続けるしか選択肢がなかった。そんなある日のこと。じいちゃん、ばあちゃん、うちの会社が誘われた懇親会に二人も来ない？懇親会？家でのんびり休んでいた祖父母に、俺はあるチラシを見せる。地元応援のイベントか。飲食の出店や地元企業の直売所、ステージでは出し物もやるのか。結構な規模だな。楽しそうなイベントね。そのイベントにうちの会社が協賛することになったんだ。で、イベント開催前に懇親会をやるんだけど、家族参加 OK の楽しそうな集まりなんだよね。じいちゃんとばあちゃんが暇だったら俺と一緒に参加してほしいなって思って。懇親会とは言っているが、要はみんなで集まって楽しく食べたり飲んだりする集まりだ。俺はこういう集まりが好きなので参加するつもりだったが、せっかくなので祖父母も一緒にどうかと誘ってみる。あなた行きましょうよ。そうだな、楽しそうだし行ってみるか。そういうことで祖父母の参加が決まったのだが、これがとんでもない事態へと発展した。懇親会当日、俺は祖父母と共に美味しい食事を楽しんでいた。たくさんの人が参加しているのね。賑やかで楽しい雰囲気だわ。料理も美味しいな。
祖父母も笑顔で懇親会を楽しんでいて、俺もニコニコと笑顔で過ごしていた。しかし、この楽しい時間は急に壊されてしまう。おやおや、飯島社長、こんなところで会うなんて偶然だな。突然、俺の肩を誰かがバンと強く叩く。いて。ぶしつけな態度に眉をしかめて振り向くと、そこには満面の笑みの誠一社長がいた。なんでお前がここにいるんだよ。イベントの協賛をすることになって、それで誘ってもらったんです。イベントの協賛？貧乏会社がそんな金持ってんのかよ。そう言い、ゲラゲラと下品な笑い声を上げる誠一社長。一通り笑い終えると、突然の出来事に呆然としている祖父母に気づき、無遠慮に指を指した。誰だ？俺の祖父母です。今日は一緒に懇親会に参加してるんです。誠一社長は、じろじろとぶしつけな視線を祖父母に向ける。そして、はっと鼻で笑うと、とんでもないことを言い出した。貧乏一家が懇親会でただ飯食いに来たってことか。何ですって？俺を馬鹿にされるのは構わないけれど、大切な祖父母を馬鹿にするのなら話は別だ。反射的に怒りの声を上げると、誠一社長は一瞬だけ驚いた顔を見せる。今まで俺は誠一社長からどんな無理難題を言われても怒ったことは一度もなかった。そのため、初めて見る俺の怒りの顔に誠一社長は面食らったようだ。おいおい、何怒ってんだよ。この二人は俺の親代わりで大切な家族です。発言には気をつけていただけますか。しかし、誠一社長はさらに信じられないことを口にした。お前、親いないのか。なるほどな。いろいろと納得だわ。ジジババに育てられたから人間性に難ありなんだな。普通だったら、お得意様のお願いを何度も断るなんてことしないもんな。あまりにもひどすぎる暴言に、俺も祖父母も呆然としてしまう。そんな俺たちの反応がお気に召したのか、誠一社長はにたりと嫌な笑みを浮かべた。このイベントには大手企業も参加している。お前を見かけた時は、底辺企業はわざわざごますりに来たんかって思ったわ。ま、だとしても無駄な努力だけどな。今すぐ帰れよ。お前の不愉快な顔はこれ以上見たくないんでな。俺は誠一社長の罵倒に拳を震わせる。できることなら今すぐ彼に言い返したいが、下手に騒ぎを起こして注目を浴びるのは避けたいし、これをきっかけに誠一社長からさらに無理難題を押し付けられるかもしれない。ひたすら黙って耐えていた俺に、祖父が静かに口を開いた。こうだ、帰ろう。そうね、それがいいわ。祖母が俺の背中を優しく撫でる。お疲れさーん。黙ってその場から立ち去る俺たちに、誠一社長は嫌味な声を浴びせた。その翌日、俺はため息をつきながら誠一社長の会社へと向かっていた。昨日の強打が仕事の話し合いのために、どうしても彼と顔を合わせる必要があるのだ。昨日のことをネタにして何か言われたらどうしよう、なんて考えつつ、指定された会議室へと足を運ぶ。よう、昨日はご苦労さん。誠一社長がニタニタと嫌な笑みを浮かべながら俺を出迎えた。俺は黙って会釈だけして席に着く。手短に仕事の話だけ済ませて帰ろうと、俺が口を開きかけた次の瞬間。失礼するよ。突然会議室に第三者が入ってきた。俺も誠一社長も驚いてその人物を見る。誰だお前。じいちゃん？なんでここに？あ？こいつ昨日のじじいなのか？誠一社長が驚いて指を指す。無理もないだろう。今日の祖父は誰が見てもわかるくらい上等なスーツに身を包んでいる。昨日のようなラフな格好からは想像もつかないくらい、上から下までビシッと決めていた。
会議中にすまない。そちらの誠一社長に緊急の用事があってな。そう言いながら祖父はカバンからとある書類を誠一社長に差し出した。ああ、うちはあんたの言う通り底辺なので、17億の取引は白紙で頼む。あ？何言ってんだお前。その書類を読めばわかるよ。誠一社長は怪訝な顔をしながら書類に目を通す。すると、カッと目を見開き、祖父の方を驚いた顔で見た。これは、うちの得意先との業務契約書類だ。なんでお前が持ってんだよ。まだ気づかないのか。祖父が呆れた顔で、今度は名刺を取り出して誠一社長に突きつけた。俺はその得意先の社長だ。祖父の言葉の意味を理解できなかった誠一社長は、口を開けてポカンとした顔を見せる。しかし、徐々に目の前の現実を理解すると、今度はその顔が青く変わっていった。そう、俺の祖父は、超大手企業の社長だ。先日の懇親会は俺の家族として参加していたが、祖父は大手企業の社長とは思えないくらいラフな格好をしていた。祖父はどちらかというとフォーマルな洋服が好きで、今着ているスーツもフルオーダーで作ったものだ。しかし祖母はラフな格好の祖父が好きで、二人一緒に出かける際はラフな格好をしている。マーさんが言うなら仕方ない。なんて言いつつ、祖母の隣で笑顔を見せる祖父はとても嬉しそうだ。そういうわけで、先日の懇親会でも、ラフな格好をしていた祖父が大手企業の社長だと気づいた人はいなかったようだ。中には、目ざとく気づいた人もいるかもしれないけれど、声をかけてきた人はいない。しかし、取引先である誠一社長は、あれだけ祖父を近くで見ていたのだから普通は気づくと思うのだが、誠一社長とじいちゃんの会社が契約していたなんて知らなかったよ。家じゃお互い仕事の話はしないもんな。でもなんで誠一社長はじいちゃんに気づかなかったんだろう。俺が祖父に疑問を投げかけると呆れた様子で口を開いた。おそらく、こいつは新しく契約を結んだ会社の社長の顔を知らなかったのだろう。真面目に仕事をしていれば、俺の顔を知っていたはずだ。というかそもそも、見ず知らずの他人に対して、貧乏人だのなんだのと馬鹿にするような人間が、真面目に社長業をこなすとは思えないな。祖父の指摘は図星だったようで、誠一社長の顔が青から赤に変わった。顔色を変えるだけでだいぶ忙しそうだな、なんて思いつつ、俺は呆れてため息をついた。誠一社長は顔を信号機のように顔色を変えながら、祖父に向かい慌てて言い訳を口にした。まさかあなたがあの大手企業の社長だったとは。不勉強で申し訳ございません。何せつい先日父から社長業を引き継いだばかりでして。前社長は病気で入院中らしいな。しかし、それは言い訳にならないぞ。社長という立場の重みをお前は何も分かっていない。あんたの振る舞い一つで、会社が消える可能性だってあるんだからな。そう言いながら、祖父は先ほど取り出した書類を指さす。あんたの会社と新しく契約を結んだ取引に関して、それを中止にするという書類を用意した。よく読んでサインをしてくれ。待ってください。我が社はすでにその業務に関して準備を進めています。取引がなくなったら我が社は大打撃です。うちの会社は底辺なのだろう。そんな会社と取引なんてしたら、あんたの会社にも良くないだろう。これはあんたのことを思っての取引中止だ。祖父の冷たい言葉に、誠一社長はなおも必死に言い募る。あなたの会社は底辺なんかじゃありません。日本を代表する超大手企業なのですから。あんた何も知らないんだな。祖父が心底呆れた顔で、誠一社長にとっては驚きの事実を告げた。あんたが底辺と言った孫の会社は、俺が立ち上げた会社だ。あんたはそれを底辺だと罵ったんだよ。誠一社長が目を見開き、俺の方を見る。
そう、俺の会社は祖父が初めて立ち上げた会社だ。祖父の経営者としての人生は、俺が社長を務めているあの町工場から始まった。祖父は町工場で手に入れた金を元手に、さらに別の会社を設立。その会社をどんどん成長させていき、現在の大手企業にしたのだ。ちなみに俺は社長業を務めるにあたり、祖父の支援は一切受けていない。大企業である祖父の援助を受ければ、俺が必死になって頑張らなくても経営は続けられるだろうが、それでは俺が社長になった意味がないだろう。社長になったからには自分の実力で会社を盛り上げていきたいと思い、祖父の支援は受けないようにしていたのだ。孫の会社の問題に俺は関わらないようにしてきた。だが俺が立ち上げた会社をあそこまで馬鹿にするなら話は別だ。それ相応の罰を受けてもらおうと思って今日ここにやってきたというわけだ。ちなみにこれは後から聞いたことなのだが、祖父は俺が誠一社長の会社に行くのを知ってわざわざ時間をかぶせてやってきたらしい。祖父曰く、生意気な若者に対するちょっとした仕返しとのことだが、これはちょっとどころの騒ぎではないだろう。誠一社長は祖父の言葉を恐れブルブルと震えている。何か言うことはないのか。すると誠一社長は勢いよく祖父に向かい頭を下げた。申し訳ございませんでした。しかし祖父はそれを冷たい目で見ている。なぜ俺に謝るんだ。俺より先に謝るべき相手がいるだろう。それが俺のことを指しているのに気づいた誠一社長は、俺の方を見ると一瞬悔しそうな顔をする。そして祖父の時とは違い、しぶしぶといった様子で俺に頭を下げてきた。すみませんでした。正直反省しているようには見えないが、俺はその謝罪を受け入れる。俺に対する罵倒に関しては今の謝罪で許します。誠一社長の顔が一気に明るくなる。しかしついで出てきた俺の言葉にすぐさまその顔は絶望に染まった。だけど俺の大切な家族に対する罵倒の言葉は到底許すことはできません。え？俺に対する罵倒だけならこの謝罪で手打ちにしただろう。だけど彼は俺がこの世で一番大切に思っている俺の祖父母を馬鹿にしてきた。それはどう謝罪したとしても許されるものではない。俺は家族を罵倒したあなたを絶対に許しません。これに関しては何度謝罪しても無理です。あなたは俺の地雷を踏み抜いた。俺は一生あなたを許すことはできませんので、あしからず。俺の言葉を聞いて祖父がうなずく。孫が許さないと言っているのでな、うちとの取引は中止だ。待ってください。待たない。これ以上お前の聞き苦しい言い訳を耳に入れたくないのでな。これ以上何を言っても無駄だと悟ったのか、誠一社長は力なくその場に座り込んでしまう。自業自得ですよ。俺の言葉を聞いた誠一社長はがっくりと肩を落とした。その後祖父は正式に誠一社長の会社との取引を中断。このことを聞いた彼の会社の役員たちは社長の責任だと責め立てる。そのタイミングで病気で入院していた誠一社長の父親が元気に回復して会社に戻ってきた。父親は息子の失態を受け、半ば無理やり社長から退かせる。そして責任を償わせると会社から追い出したそうだ。直後に誠一社長の父親は社長に復帰。病気はすっかり回復し、会社を立て直すために奮起して戻ってきたのだ。父親は祖父の会社へ直接赴き、誠意のある謝罪をした。あの社長となら仕事をしてもいいと思ったよ。ただしチャンスはこれっきりだ。祖父は一旦中止にした取引を復活させ、現在はいい取引関係を結んでいるらしい。会社から追い出された誠一社長は、地位も名誉も何もかも失い、金も尽きた現在はアルバイトをして食いつないでいるとのこと。
完全に自業自得なので同情の余地はない。一方俺はこれまで通り社長業を続けている。誠一社長がいなくなったおかげで彼の会社との取引も正常化。今は無駄に苦労することもなく平和に仕事をしている。会社を経営するのはとても大変なことで、今回みたいに予想外の出来事は今後も起こるかもしれない。でも何が起こっても俺は会社のトップとして責任感を忘れずにきちんと対応していくつもりだ。水野課長はうちの部署で一番経験がある。成功すれば会社だけでなくあなた自身にもメリットがあるでしょ。そこまで部長が言ってくれて、俺は企業コンペに参加することになった。部長は俺よりもかなり年下なのだが、真面目で穏やかないい上司だ。俺以外の部下たちも彼を慕っている。この時の俺はまだ部長の本当の顔に気がついていなかった。俺の名前は水野、57歳の会社員だ。工業系の会社の本社で技術開発部の課長を務めている。仕事内容は主に機械部品や機械そのものの開発だ。大学卒業からコツコツと努力を重ね、それなりに成果も上げてきた。だから課長に昇進した時は、次は部長ですね、水野さんなら間違いないですよ、なんて部下におだてられたこともある。しかし現実はそう甘くない。俺は現在も課長のまま。というのも7年前に支社から石倉という男性社員が異動してきて部長になったのだ。当時石倉はまだ40歳で部長としてはかなり若かった。なんでも有名大学のエリートで社長の親戚筋なのだそうだ。悔しくないと言えば嘘になる。まあ今までかなり成果を出してきたおかげで、俺は同年代の課長の中ではかなり会社からもらっている方ではあるが、老後を考えるともっと出世して妻を安心させてやりたかった。ちなみに部長自身は真面目で礼儀正しく、仕事に関しても極めて優秀。すぐに俺や他の社員の心を掴んでいった。ところが、ここ一年で部長の様子が変わった気がする。今までとても礼儀正しく部下思いだったのに、妙に口調が荒く感情的になった。それに加え、自分の仕事を俺や若い社員に投げる機会が増えたのだ。特に俺は去年の今頃からある企業コンペに提出する試作品の準備の真っ最中。自分の仕事とコンペの準備、そして部長が投げてくる仕事で毎日クタクタだ。優秀な成績を残せば俺自身への評価にもつながるから頑張らないと。その思いで頑張ってきたが、いかんせん部長が振ってくる仕事量が多すぎる。時折まるで俺を潰そうとしているようにも感じる時があり、内心不信感のようなものが芽生えていた。そりゃあ江本さんのせいでしょう。俺が飲み会で何気なく最近の部長について口にすると、部下たちが顔を見合わせて苦笑いを浮かべる。江本というのは1年前に中途で入ってきた30代の女性社員だ。部長同様に高学歴で優秀、おまけに美人だと配属時に部下たちが盛り上がっていた。自身のキャリアアップのために我が社の面接を受けたのだとか。なんでいきなり江本さんの名前が出るんだ？水野課長知らなかったんですか？部下が言うには、なんと江本と部長は男女の関係らしい。江本は独身だが、部長は既婚者だ。おいおい、たちの悪い冗談はよさないか。思わず言うと、部下たちは揃って首を振る。俺たちも最初は噂だと思ってたんですけど、実際仕事中に人のいない場所でイチャイチャしてるらしいですよ。何人も目撃していますよ。あ、確かお前も見たんだよな。もう一人の部下がうなずく。はい。
会議室に忘れ物を取りに行ったら、その、部長と江本さんが抱き合ってて。しかも部長がその時に、今日も仕事は部下に押し付けて、江本くんとのデートを優先するから、とまで言っていたそうだ。俺はその場で額を押さえる。大問題じゃないか。道理で最近、仕事の押し付け方が半端じゃないと思っていた。江本との時間を優先するために、部下や俺に仕事を押し付けていたのか。信じたくはないが、話が本当だとすると納得できてしまった。江本さん、女性社員にも部長との関係を匂わせているそうですよ。うわ、やだやだ。そこまで話が広がっているのに、誰も糾弾しないのか。いやっと、俺は自分の考えを否定する。触らぬ神にたたりなし。みんなそう思っているのだろう。見た、聞いたと訴えたところで、証拠がなければ言いがかりと言われてしまう可能性もある。俺は全く気がつかなかったよ。確かにその話が本当なら、由々しき事態だな。課長として、俺も気にかけておくよ。教えてくれてありがとうな。俺の言葉に、部下たちは安心したように笑った。それから、およそ半月後、俺はコンペに提出する試作品が完成したのを報告するために、部長のいる会議室へ向かっていた。普段通り、オフィスでいいはずなのになぜだろう。そんな疑問がよぎったが、来てくれというのだから仕方ない。会議室へ到着すると、部長だけでなく、江本も一緒だった。部長、コンペに提出する試作品が完成しましたので、お持ちしました。なぜ江本がここに、と表情に出ていたのだろう。部長が俺に説明する。江本くんは勉強熱心なんだ。ぜひ水野課長の試作品を間近で見たいと言うから、同席してもらったんだよ。俺は納得して、持っていた箱から丁寧に試作品を取り出し、説明していく。俺が用意したのは、一部に樹脂を使ったベアリングと呼ばれる部品だ。機械の中で回転する部品の一つで、摩擦を軽減する役割がある。つまりその分、回転が滑らかになるのだ。軽量化、省エネ化、コスト削減など、樹脂はメリットも多い。樹脂を使ったベアリング自体はそう珍しくないが、耐熱性の低さなどのデメリットを試作を重ねて改善し、耐久性を高めた。部長は、俺の手から試作品を受け取り、江本と一緒に様々な角度から眺めている。やがて、一通り俺の説明が終わると、部長と江本は顔を見合わせ、クスクスと笑い始めた。何か、おかしな点がございましたか？俺は二人の様子に動揺を隠せない。そんな俺を二人は笑い続け、俺は不安と不快感で、いたたまれない気持ちになった。やがて気が済んだのか、部長が大げさにため息をつく。そして、普段の言葉遣いと違う乱暴な物言いで、一年かけて用意したのがこんなゴミ。やっぱジジイ社員はダメだね。お前の試作品は時代遅れもいいとこ。こんなどこにでもあるようなやつで最優秀賞なんて狙えるわけないだろ。あろうことか、部長は試作品を放り投げたのだ。なあ。俺は慌てて身を挺して試作品をキャッチしていた。無理な体勢になり、周辺に設置されていた机や椅子に腰や膝などを強打する。体に鈍い痛みが走るが、試作品は傷一つなくほっとした。そんなガラクタに必死になりすぎでしょう。江本が部長にしなだれかかりながら、ニヤニヤと笑う。その様子を見て、部下たちの言っていた噂は本当のようだと確信する。俺はあまりの仕打ちに部長と江本を睨みつけた。
部長が来てしばらくは若いのにしっかりしていて本当にいい上司だと思っていたのに。部長はもっと誠実な方だと思っておりました。なのに変わってしまって残念でなりません。俺の発言に部長は吹き出す。俺は元からこうだけど、俺はキャラを演じてただけ。だってその方がいい上司ってみんなが慕ってくれるだろ。いっつも思ってたんだよ。みんな簡単に騙されてバカだなってさ。部長がこんな人間だったなんてと失望すると同時に、全く気がつかなかった自分にもうんざりする。特にあんたはさ、俺が来なければ今頃部長だったわけだろ。ほんと惨めだよなってずっと思ってた。だから、あんたには特に優しく接してやっていたんだぜ。馬鹿にしながら笑う部長に、俺は怒りに打ち震えた。俺が相当ショックを受けていると思ったのだろう。部長はニヤニヤ顔のまま、俺の肩をポンと叩く。でもさ、もう首だから関係ないよな。今までお疲れさん。次の課長は江本になるよう俺が押すから安心して消えてくれよな。俺はため息をついた。想像の域ではあるが、俺にコンペを進めてきたのも、コンペ準備中、嫌がらせのように大量に仕事を振ってきたのも、すべては課長の座を江本に渡すためだったのか。準備期間中に俺が潰れなくても、最終的に不作品を提出するときに難癖をつけて首に追い込む。よくもまあこんな面倒なことを考えたものだ。俺は呆れて失笑した。部長に私を首にする権限はございません。正当な理由もありません。ですから私は自らの意思で会社を辞めます。こんな市場で部下を陥れる人の元では働きたくないですから。ここまでひどい仕打ちをされてしがみつきたいとは思えなかった。上への直訴も一瞬頭をよぎったが、部長が社長の親戚筋である以上、俺にとって事態が好転するようなイメージはできない。俺が一礼して会議室を出ようとすると、あ、その試作品は会社の資材で作ったもんだろ。持って帰られちゃ困る。俺が処分しておくから置いていけよな。せっかく体張ってキャッチしたのに悪いね。俺はぐっと奥歯を噛みしめた。この試作品を完成させるまで俺はどれほどの時間と労力を削っただろう。いわば我が子のような存在を置いていかないといけないのか。会社に未練はないが、この試作品を部長に処分されてしまうのだけが心残りだ。持って帰ると窃盗になりますけど、いいんですか？生意気な子供のような口調で江本が囃し立てる。俺は会議室の机にそっと箱を置き、振り向かずにそのまま会議室を出た。翌日、俺は退職届を提出した。周囲に別れを惜しまれつつ、俺は退職日まで残っていた仕事を消化することだけに専念する。部長や江本が時折ニヤニヤと俺を見ていたが、俺は見て見ぬふりをした。今に見ていろ。そう思いながら迎えた退職当日、俺が私物を取りにオフィスへと足を運ぶと、部長と江本が俺の顔を見るなり詰め寄ってくる。二人が言うには、俺の試作品がコンペで最優秀賞を取り、問い合わせが殺到しているらしい。は？俺は訳がわからず、呆然とする。問い合わせも何も、俺はコンペに出していない。俺が指摘すると、部長は罰が悪そうに目をそらした。代わりに答えたのは江本だ。水野さんが帰った後、もう一度部長と話したんだけど、よく見たら意外といい線いけるかもって思い直したのよ。え？それだけでもありえないのに、
さらに試作品を江本の名前でコンペに提出したというのだ。俺の理解を超えた行いに脳がパンクして卒倒するかと思った。開き直ったのか、部長は俺にこう告げる。経緯はどうあれ、これはまたとないチャンス。なんと今来てる話は10億のビジネスだ。だから、お前が今すぐ対応しろ。作ったのはお前なんだからさ。部長と江本は全く気がついていない。自分たちが俺の試作品を盗作したと暴露していることも、周りにいる社員たちの冷たい視線にも。お前がクビにしただろ、ガキが。怒りに満ちた低い声がその場に響いた。今のは俺の声だ。怒りのあまり口をついて出てしまっていた。今まで乱暴な口調で話してこなかった分、俺の言葉に驚き、周囲が固まっている。俺は咳払いし、まっすぐ部長を見つめた。まあ、正確には、自主退職ですがね。以前も言いましたが、あなたに私をクビにする権限なんかありませんから。それにしても、江本さんの名前で私の試作品をコンペに？それって不正行為というか、盗作ですよ。部長、あなたは10億のビジネスに目がくらんで気づいてないみたいだが、見てくださいよ。みんなの顔をよく見ろ。俺が語気を強めると江本が小さく悲鳴を上げて部長の背後に隠れる。最低だろ、こんなの、とか。水野課長が何をしたっていうのよ、と社員たちが口々に感情を吐き、部長と江本を睨んでいる。よくもまあ、大勢の前で堂々とこんな発言ができたもんですよ。俺がため息交じりに言うと、仕方ないだろ、江本が次の課長になるためだ。部長は叫ぶように吐き捨て、江本はそんな部長を睨みつけた。ちょっと、今その話は。江本が慌てたように言うが、余裕がなくなった部長は、すべての元凶は江本だと責任転嫁を始めていく。部長が言うには、江本に言い寄られて仕方なく付き合っていた。だとか、俺は悪くない。俺は被害者なんだ。と、不甲斐ない言い訳のオンパレード。ちなみに、話の流れで知ったのだが、部長の様子が変わったと思った頃から、江本との関係が始まったらしい。盗作だけでなく、自分たちの関係を暴露するなんて、よほど我を失っているのだろう。お前が次の課長になりたいから、水野を蹴落としたいって言ってきたんだろ。だから俺はコンペまで任せて、わざと首宣告までしたんだよ。盗作は、この女が言い出したんだ。水野、俺じゃないんだよ。俺に向かって、ひたすら俺は悪くないと訴える部長に、ある種の気味悪さを感じた。あっけに取られている俺をよそに、部長はきっと江本を睨む。お前さえ来なければ、俺は今もいい上司でいられたはずなのに、お前のようなしょうもない女のせいで俺はめちゃくちゃだ。だが、江本も言われっぱなしではない。顔を真っ赤にして、部長の発言に応戦する。なんですって？既婚者のくせにひょいひょいと誘いに乗るあんたが悪いんでしょ？私のせいだけにするつもり？ふざけないでよ！もう二人には、俺の存在など眼中にないのか、聞くに耐えない罵詈雑言で互いを責めている。やめないか！冷静な声が響き、その場の全員が視線を向ける。話はずっと聞かせてもらっていたよ。石倉部長、それから江本さんだったね。君たち、とんでもないことをしてくれたな。ゆっくり近づいてきたのは社長である。我が社の人間がコンペの最優秀賞を取ったというから、一言ねぎらいの言葉をと思ってやってきたのだが、
オフィスの異様な空気を察して、入り口の方から様子を伺っていたそうだ。一気に顔面蒼白になる部長と江本。社長、俺は騙されていたんです。この女が、この女さえいなければ、水野くんにこんな仕打ちだってしなか。部長、この後に及んで責任逃れをしようなんて、醜いですよ。俺が部長の発言に割り込むと、社長が俺に頭を下げる。ああ、こんな事態になるなら、石倉部長には支社にいてもらった方がよかったね。水野課長、部署のみんな、本当に申し訳ない。いや、申し訳ございませんでした。俺は思わず、面食らった。部長は社長のご親戚と聞いておりましたので、こんな風に謝罪してくださるとは思いませんでした。ですが、もう私は退職届を提出し、明日から有給消化に入る身です。俺の発言に社長はうなずく。もちろん、今さら引き止めようなどと、身勝手なことを言うつもりはありません。この事態の収拾は、きちんと二人にやらせます。他の部下の皆さんにも、迷惑がかからないよう、私が目を光らせておきますので。俺が去った後の部下にまで配慮してくれるあたり、社長は本当にいい社長だったのだろう。ただし、部長を支社から移動させ、江本の中途採用を認めてしまったのだけが過ちだ。俺は、愕然とする部長と江本に視線を向け口を開く。では、そういうことですので、辞めた私はこれで失礼しますよ。せいぜい二人仲良く、事態の収拾に当たってくださいね。俺が荷物を入れた紙袋を持ち上げ、いざ去ろうというとき、ああ、そうそう。俺はあるファイルを社長に差し出した。これは部長と江本さんの不適切な関係を証明する証拠です。先ほどのやりとりで自分たちから暴露したようなものですが、どうぞお納めください。俺が辞める理由を知った部下たちが、最後に一泡吹かせてやりましょうと一丸となって集めてくれた写真などが入っている。俺がニコリと笑うと江本は泣き崩れ、部長は、終わったとつぶやいた。後日、石倉と江本が揃って懲戒解雇となったと元部下から連絡を受けた。石倉と江本は浮気や俺への退職強要、盗作の慰謝料などの諸々を支払っていくことに。加えてコンペの盗作の件で会社から損害賠償も請求されて悲鳴を上げているそうだが、支払い地獄が二人にはお似合いだ。社長は俺に対して改めて謝罪し、相当額の迷惑料を包んでくださった。お金が全てとは思っていないが、妻との老後もある。先立つものは必要だろうと、ありがたくいただくことにした。今は、例の試作品に注目してくれた企業に声をかけられ、そこの技術部で部長として働いている。これからもしっかり働いて、妻との穏やかな時間を守っていきたい。お前のせいで、俺の人生めちゃくちゃだよ。俺は電話越しでそう怒鳴られたが、何と言われようと問題ない。ご自分が悪いんですよ、と俺はきっぱりと言った。周りを見下しておいて、どうして助けてもらえると思ったのか。俺は徹底的にやろうと心に決めたのだ。俺の名前は倉田。40歳の会社員で、役職は課長だ。うちの会社の看板商品は地元の名産品を使った生菓子でお土産ランキングで1位を獲得している。評判はいいのだが、生菓子のため賞味期限が短い。賞味期限が多少過ぎたところで問題なく食べられるのだが風味が落ちる。少しでも長持ちするように改良したこともあるけど、味が落ちたと言われ、結局元に戻した。それでもお土産ランキングで1位を獲得できたことに、俺たちは誇りを持っている。ただ、俺の上司である部長は、
どうも自社商品に対する誇りがないようだ。なんだっけ、あれだよ、と商品名が出てこないことなんて日常茶飯事。看板商品の名前すら危うい。部長は学歴はいいけど仕事は雑だし、自分の尻拭いを部下にやらせるような人間だ。俺たちの間では外れ上司として知られている。部長は社長の娘婿で、社長と同じくゴルフが趣味だそうだ。要は社長に気に入られているというわけ。それで社内の人間は誰も部長に逆らえないのだ。俺はよく部長のフォローをさせられている。この間は部長が発注を間違えたせいで生産ラインがストップし、納期が間に合わず製造部に負担を強いることになった。この時仕入れ先まで飛んでいき、材料を車に積み込んで工場に運んだのは俺だ。部長が取引先の機嫌を損ねたため、俺が頭を下げに行ったこともある。どうして上司の責任を部下が取っているのだろう。疑問しかないのだが、この会社でやっていくにはこうするしかない。転職を考えたこともあったけど、俺には家族がいるし、それなりに給料がもらえているうちはなかなか転職に踏み切れないというのが本音だ。ある日、部長が浮かれながら、来週から一週間いないから、と言ってきた。有給を取って家族旅行に行くらしい。まあこの人がいてもいなくてもあまり関係ないし、余計な仕事が増えないからいない方がいいかもしれない。口が裂けてもそんなことは言えないが、俺は内心一週間は余計なトラブルは起こらなそうだと思った。しかし事件は起こったのだ。部長が有給を取ると言った前日、俺は明日から一週間開催するご当地フェスタへの出店の準備をしていた。もともとは部長が担当していたのだが、俺旅行に行くからお前が担当な、と言ってきたのだ。大きなイベントのため準備が多く、必然的に残業も増える。もしかして残業をしたくないからわざわざそこに合わせて有給を取ったのだろうか。うちの会社は有給を推奨しているので、このタイミングでも誰も何も言えなかった。イベントの準備は大変だが、お客様の声を直接聞けるいいチャンスだ。以前、別のイベントに出店した時に聞いたお客様の声を参考に、新しい商品を出したら、かなりの売り上げを上げたこともあるし、こういう機会をなるべく逃さないようにしている。部長から発注は済んでいるから会場設営や備品の確保をやってくれと言われた。俺は部長の言葉を信じてその通りに動く。翌日、俺はご当地フェスタの会場へ直行した。初日の売り上げは上々。俺は帰りに部長に報告すると、明日から俺はいないから後のことはやっておけよ、と言う。そして翌日、部長は旅立った。わざわざこんな時に行かなくてもいいのにな、とご当地フェスタの会場で同僚がつぶやいた。でも部長がここを担当していたら、また無駄なトラブルを起こすかもしれないし、まあいいんじゃない、という同僚までいる。そんな中、俺は看板商品の品出しをしていて違和感を覚えた。賞味期限のシールがなんだかおかしい。これ、貼り直した後じゃないか？まさか、賞味期限の貼り替えなんてしないよな。工場で何かトラブルがあったのだろうか。俺と同僚は首をかしげ、念のため工場に確認を入れることにした。すると、担当者の歯切れが悪い。追求したところ、なんと賞味期限の偽装が発覚したのだ。俺たちはご当地フェスタどころではなくなり、会社に戻って確認作業を行った。最初は工場側がやったことだと思ったのだが、どうやらそうではないらしい。
工場側はこちらの社員から頼まれたという。その社員を見つけ出すと、さらに別の社員に指示を受けたといい、最終的にたどり着いたのは部長だった。この偽装工作は全て部長の指示で動いていたのだ。部長に連絡したものの、スマホの電源が切られていて連絡がつかない。どうしてこんなことになったのかと話し合ったのだが、おそらく部長はご当地フェスタ用の発注を忘れていたのではないかという結論に達した。この看板商品は賞味期限が短いので、大きなイベントや大口の納品があるときには、必ずそのために発注をするようになっている。しかし、発注を忘れた部長が、そのミスを隠すため、工場に廃棄として戻ってきた商品の賞味期限を張り替え、ご当地フェスタ用の在庫として回すように指示したのだ。廃棄された商品は、賞味期限が切れてから工場に戻るので、さらに時間が経っているのだが、すでに販売してしまったものもある。食中毒が出たら一大事だ。社長に報告しようとしたが、社長は部長の義父だ。家族旅行に行くと言っていたし、もしかして社長も？と思い確認すると、社長は出社していた。細かい事情はわからないが、とにかく一刻も早い対応が必要なので、慌てて社長に報告。社長も大慌てで自主回収をする方向で話を進める。すると、そこへ問い合わせの電話がかかってきた。賞味期限のシールがおかしい。どういうことだ？という問い合わせだ。昨日、看板商品を購入したお客様が、賞味期限のシールを貼り替えたのではないかと、SNS に写真を上げていた。その写真は拡散され、それを見た別のお客様が問い合わせをしてきたのだ。急いで SNS をチェックする。それと同時に、俺は何度も部長に電話をかけた。ようやく部長に連絡がつき、今回のことを問い詰める。すると部長は笑いながら、え？全部バレたの？お前が見つけたのか？よく見てるなぁ。と言った。は？何言ってるんですか？大問題ですよ。SNS で拡散されてしまって、急遽謝罪会見を開くことになったんです。すぐに戻ってきてください。俺はイライラしながらそう言うと、部長は、ご当地フェスタの担当はお前だろう。発注を確認しなかったお前が悪い。つまり、今回は全部お前の責任だ。と、とんでもないことを言い出した。ご当地フェスタの担当を押し付けてきたのは部長だし、賞味期限の偽装を認めているのに、どうしてこんなことが言えるんだ。俺が言い返そうとすると、うまく説明しとけ、と笑い飛ばす。俺は頭に来て、どうしてこんなことしたんですか、と怒鳴ったが、部長は悪びれもしない。せっかく有給取ってるのに、仕事なんてしたくない。土産くらい買って行ってやるから、なんとかしておけよ。全部お前に任せるからさ。俺はその瞬間、腹をくくった。では、遠慮なくそうさせてもらいます。ところで、ご家族との旅行なのに、社長は一緒ではないんですね。そう言うと部長は、え、ああ、家族じゃないぞ。ゴルフ仲間と旅行って言っただろう。と笑う。あれ？と思ったが、俺は、ああ、そうですか。では、と言って電話を切った。そこへ、あいつと連絡は取れたのか？と、社長が駆け込んできた。俺は社長に部長が言ったことを話す。偽装はあいつが単独でやったと思っていいんだな。と、俺に念を押してきたので、はい。工場に伝えるために何人か部下は挟んでいますが、いずれも部長の指示に従っただけです。しかも、部長がその部下たちには、査定に響くと脅していたそうなので、責任を取るべきは部長ですね、と報告。俺は謝罪会見に出席することにはなったが、社長に全部話し、俺の言い分も聞いてもらった。ところで社長、俺は最後に、社長にあることを質問する。
社長は首をかしげ、おかしいな。確認してみるよ。倉田くん、迷惑ばかりかけてすまないね、と言った。今まで、あの部長の義父だと思うと、社長の人柄も信用できなかった。でも、こうして話をしてみると、俺の想像と違って、しっかりした人だと気づく。会見は明日の予定だったが、SNS での炎上を受け、すぐにでも会見を開くことになった。時間が経てば経つほど評判が下がるという社長の判断は正しいと思う。部長は俺たちを見捨てて楽しく旅行中か。でも、その旅行には嘘が見え隠れしている。部長には相応の償いをしてもらおう。そして会見が始まり、俺から今回の経緯を説明した。俺はこの件を会社の代表としてしっかりと謝罪。本来なら社長が説明すべきなのだが、会場にいてすぐに動けるのは俺だった。早急に回収などの対応を取ることや、後日正式に社長が謝罪をすること、今回の件に誠実に対応することなどを説明すると世間には分かってもらえたようだ。また、今回の件は部長の独断であり、会社ぐるみではないことも説明した。今後の対策として、風通しの良い環境を作ること、納品の際に再度チェックすることなどを掲げる。今後についての方針を、これからもきちんと情報発信すると約束して、会見はなんとか無事に終了。一息つくと、俺のスマホに着信があった。もちろん相手は部長。電話に出るなり、部長に怒鳴られる。お前、どういうことだ？うまく説明しておけって言っただろ。俺はうなずいた。はい。ですから事の経緯を誰にでもわかりやすいようにうまく説明しましたよ。我ながらよくできたと思います。すると部長は激怒。ふざけるな。うまく説明するというのはそういう意味じゃないだろ。お前、わかっててやったな。俺はとぼけて答えた。どういう意味ですか？まさか他の人間に責任を押し付けるような説明を望んでいたわけじゃないですよね。部長は言葉に詰まる。俺はその隙に言いたいことを言ってやった。あなたみたいな外れ上司の尻拭いはいい加減疲れましたよ。これを機にあなたにはその座を退いてもらいたいと、俺たち部下の全員一致の意見です。ハズレ上司だと。部長は声を荒げる。俺の言葉に周りの社員は笑った。スピーカーにしているので周りの声も聞こえたのだろう。部長は少し戸惑った声になりながらも強気で答える。俺は社長の義理の息子だぞ。お前らの一存で身体が決まるような人間じゃないんだ。お前らとは立場が違うんだよ。もちろん部長はこの場に社長がいるはずがないと思っているのだろう。しかし実際は、社長は俺の隣で全ての会話を聞いている。社長は一息ついてから口を開いた。私の一存で、君の処分は決定するよ。ひとまず、降格と減給、ボーナスカットをして、今回の責任を取ってもらう。すると社長の声だと気づいた部長は、お父さんと慌て始めた。俺は、今回の件は SNS で炎上していますが、社長がすぐに会見を開くよう調整してくださったので、会見後に SNS では見直したという意見も出てきています。このまま誠意ある対応を続ければ、少なくとも再炎上することはないでしょう。すべて社長のおかげです。と言うと、社長は首を横に振る。倉田くんから普段の君の振る舞いを聞いたよ。私が義父だからと随分威張っていたそうだな。君の両親に頼み込まれて娘とお見合い結婚させたが、どうやら失敗だったようだよ。部長は絶句している。俺は続けた。部長、今日はゴルフ場へ行っていると言っていましたよね。
唐突な質問に部長は、ああ、そうだが、と戸惑って答える。でも、そこ温泉地ですよね。俺がそう言うと、部長が慌て始めた。え、何を言っているんだ。俺は冷静に説明をする。会社の ETC カードを私用で使ってはダメですよ。ETC カードの履歴を紹介しました。もともと部長は家族旅行に行くと言っていましたが、ゴルフ場にいるという話に変わっていましたし、社長から奥様に確認してもらったところ、奥様には友人と温泉に行くと言っていたそうですね。何かがおかしいと思って、念のために部長が持っている会社の ETC カードを紹介したら、行き先は温泉地のようですね。部長は時折、いや、それは、と短い言葉で反論している。きっと電話の向こうでは青ざめているだろう。俺はため息をついた。それに、いくら奥様にバレないようにするためとはいえ、仕事用のアドレスで浮気相手とメールなんてするもんじゃないですよ。うちの会社は誰でもパソコンを開けるようにしてあるんですから、部長のメールを見れば、そんなのすぐにバレるに決まってるじゃないですか。おい、何を言っているんだ。完全に慌てている部長は言い訳を始めようとするが、逃げ道なんてない。部長は妙に浮かれていたし、俺たちにも言っていることが毎回違った。家族旅行と言っておけば、有給を取るのはたやすいと思ったのだろうが、もし社長に家族旅行と言っていることが知られたらすぐに嘘がバレる。途中でそのことに気づき、部長の趣味でもあるゴルフに行くと嘘をついたのだ。よくゴルフに行っているそうだから、社長や奥さんにもごまかせると思ったのだろう。何かやましいことがあるのか?と思った俺たちは、ヒントがないか部長のパソコンを開いてみた。まさか社用のアドレスで浮気相手とメールをしているとは誰も思っていなかったので、証拠が出てきた時には驚いた。ちなみに浮気相手は取引先の社長の娘だったのだ。社長はすぐに自分の娘、つまり部長の奥さんに連絡を取ると、奥さんもおかしい気がしていたという。部長は、お前のせいで人生めちゃくちゃだよと怒鳴るが、俺は冷静に、ご自分が悪いんですよと返す。それを聞いた社長は低い声で言った。今すぐに帰ってきなさい。社長の怒りが伝わったのだろう。部長は観念したように、はい、と答える。翌朝、社長に連れられた部長が会社に入ってきた。いつもの偉そうな態度ではなく、顔面蒼白だ。社長に促され、部長がみんなに頭を下げた。当然だろう。部下に頭を下げるなんて、部長のプライドが許さないのはわかっている。だからこそ、社長はきっちり頭を下げさせたのだ。顔を上げた部長は、眉間にシワを寄せ、唇を噛みしめ、悔しさでいっぱいな様子だった。社長は部長に向かって、これからは倉田君の下で働け、と言う。部長はすがるように、でも、部長の役職は、と言うが、社長は部長を睨みつける。もう君は部長ではない。それと、これの判を押して、家を出て行きなさい。そう言って離婚届を渡した。娘さんから預かってきたそうだ。お見合いだったが、娘さんが乗り気だったから社長は部長と娘さんを結婚させた。だが娘さんは今回の件やこれまでの浮気疑惑も含め部長に完全に愛想が尽きたし、顔も見たくないと言っているらしく、社長が代わりに離婚届を持ってきたらしい。社長はダメ押しに、慰謝料請求については後日弁護士から連絡が行く、と言う。俺は落胆している部長に向かって、これから部長が巻き込んだ工場へも謝罪に行くので支度してください。ああ、もう部長じゃないですね、元部長ですね、と言うと、部長は悔しさで肩を震わせた。
その後、同僚たちにも付き添ってもらい、部長を連れて工場へ謝罪。ご当地フェスタに穴を開けてしまったことに対しても謝罪に行った。これから今回の経緯や今後の方針、部長の処分を話し、なんとか解決の方向に進んでいる。俺が説明しているとき、部長は終始うつむいて、居心地が悪そうだったが、そんなのは自業自得だ。こうして元部長は離婚、家も売り、奥さんには慰謝料を支払ったそうだ。会社への損害賠償も支払うため、今は古いアパートで暮らしているらしい。社長の判断で社員としては雇えないが、支払い能力がなくなっても困るということで契約社員になり、夜はアルバイトをしているそうだ。元部長はみんなから白い目で見られているが、会社を辞めることもできず、げっそりした顔で毎日出勤している。一時は会社の経営も悪化するかと思った。しかし、賞味期限の偽装問題は誠心誠意対応したからか、顧客離れもなく、今も売り上げを上げている。俺は今回の件で社長に気に入られたようで、出世街道まっしぐら。部長に昇進して、元部長を反面教師に部下の指導に当たっている。厚弘、後のことは頼んだぞ。そう言って両親は意気揚々と旅に出た。俺の名前は厚弘。老舗和菓子屋の店主になった40歳だ。俺の家は昭和30年創業の和菓子屋で、地元ではちょっとした有名店である。もうすぐ70歳になる父が店主を務めていたが、半年ほど前。そろそろ引退して日本一周旅行でも行くかな。と言い出した。父と母はこの店をずっと守っていて、長期休みはあまり取っていなかったから、いつか日本一周旅行に行くことが夢だったそうだ。俺は父の下で修行して25年。父はそろそろ俺に店を継いでほしいらしい。いずれその日が来ると思っていたし、俺も昔からこの伝統ある店を継ぐことが夢だった。俺はこの店を守る決心をして、父さんが認めてくれるなら、俺は喜んでここを継ぐよ。と宣言する。父はゆっくりとうなずいた。それから両親は、俺ともともと店を手伝っていた俺の妻に細かい引き継ぎをし、つい先日、ようやく俺が正式に店主となった。両親はニコニコと笑いながら、大きな荷物を車に乗せる。後のことは頼んだと言って、日本一周旅行に旅立った。お父さんとお母さん、楽しんできてくれるといいね。妻がそう言って笑う。妻は息子の面倒を見ながら店の手伝いをしてくれていたが、息子も中学生になり、少し手を離れたので、妻は店に出る時間が長くなっても大丈夫だと言ってくれた。いつもニコニコして、お客さんからの評判もいいし、俺の両親とも仲良くやってくれている。本当にいい妻だ。納品に行ってくる。父から店主を継いでから、俺はいつものスーパーに納品に行った。このスーパーは、父の代から20年間取引してきている。個人経営の小さなスーパーだけど、地元農家の野菜を扱っていて、安くて新鮮だとお客さんには評判の店だ。他にも地元の名産品なども扱っている。うちの店は生産量も多くないから、こういった場所への納品はしていなかったけど、スーパーの店長がどうしても仕入れさせてほしいと言ってくれて、取引が始まったそうだ。ああ、厚弘くん。ご両親は旅行だって。元気にしてるか?俺が納品に行くと、スーパーの店長が話しかけてきた。おかげさまで、二人で楽しそうなメールが毎日届きますよ。俺が笑いながら答えると、店長は
うんうんとうなずいた。ああ、いいな。そろそろ俺も引退して旅行にでも行ってみるかな。店長もうちの両親と同世代だし、代替わりを考えるのも納得だ。でも誰が継ぐんだろう。確か店長の息子さんは全く畑違いの仕事をしていたはず。あまり踏み込んだ話をするのも失礼かと思い、その場は黙っていた。店長は納品書を受け取ると、いつも半年ごとに取引の契約を更新させてもらっていたけど、今後も同じで大丈夫かな？という。はい、父から引き継いでいますので、今後ともよろしくお願いします。俺はそう言って納品を終えた。それから半月後、スーパーに納品に行くと、店長の姿がない。荷物を下ろしていると、いつもいるパートさんが話しかけてきた。あ、おはよう、厚広く。実は店長がね。パートさんによると、二日前に店長が自宅で倒れて、救急車で運ばれたという。命に別状はないが、過労もあるようで、このスーパーは急遽、代替わりすることになったという。新しい店長、あの人よ。店長の弟の息子だったかしら。パートさんはそう言って顔をしかめる。俺はその様子を疑問に思ったが、その理由はすぐに分かった。二代目店長に挨拶をすると、俺をじろじろと見て。ああ、とだけ言う。では、また来週、納品に伺いますので。帰り際にも挨拶をしたが、ぶっきらぼうな顔でこちらを見るだけ。一言で言うと、感じが悪い人である。そして、翌週納品に行くと、二代目店長がやってきた。和菓子屋ってお前だよな。いきなりお前なんて言われてカチンと来たが、なんとか平静を装う。二代目店長は、俺の納品した和菓子をまじまじと見ながら、はぁ、あ、昭和30年創業だからか。と言った。和菓子のパッケージに印字してあるのを見て、笑う。どういう意味ですか？俺は思わず反論してしまう。すると、二代目店長は、俺を馬鹿にするように言った。古臭い菓子なんていらないんだよ。契約終了な。突然の言葉に、俺は慌てる。でも、契約は。俺が話をしているのに、二代目店長はそれを遮る。この店、何もかも古臭いだろ。これから俺が生まれ変わらせるんだよ。俺は頭に来たが、この人に何ができるというのか。契約終了というのはいつですか？そう言うと店長は答えた。そんな古臭いのはいらないから、今日で終了だ。なんか文句でもあるのか？今まで置いてやっただけでも感謝しろ。横柄すぎるその態度が滑稽に思えて、俺は笑う。どうぞ、ご自由に。俺に笑われて腹が立ったのか、店長は、俺の納品した和菓子の入ったカゴを蹴って行ってしまった。その様子を見ていたパートさんが、俺に寄ってきて。ひどいでしょう、あの店長。私たちも、ババアはいらないなんて言われてさ。パートはみんな辞める予定なのよ。という。あの態度は俺にだけではないということか。残念な人だなぁと思い、店を出た。それからしばらくして、店に立っていた妻から、今日来たお客さんの話を聞いた。かなり年配のお客さんで、今まではあのスーパーで買っていたが、うちの和菓子がスーパーからなくなってしまい、来客があるからと、わざわざバスに乗って買いに来てくれたらしい。その後も同じようなお客さんが何人か来た。そして、
みんな口を揃えて、あのスーパーは品揃えが悪くなり、値段も高くなったという。以前からの従業員が減り、若いアルバイトが多く、レジも雑だし、遅いと言っていた。どうやらお客さんは、あのスーパーから向かいの大きなスーパーに流れているようだ。うちがあのスーパーに納品していたのは結構な数だったから、それがいらないとなると時間が空く。今はその空いた時間を利用して、新商品の開発に力を入れている。前から考えていたものを完成させ、店での売れ行きもなかなかだ。するとある日、店に出ていた妻に呼ばれた。俺の前に現れたのは、スーツを着た、俺と同年代くらいの男性で、前田と名乗る。聞けば、スーパーの店長だという。しかも、あのスーパーの向かいの大きなスーパーだそうだ。以前から、うちの和菓子を扱いたかったけど、俺の父に断られたことがあるらしい。理由は、あのスーパーで扱っているのは、店長が昔からの知人だったし、手作業で作っているので、納品できるほど作れないということだ。前田さんは、最近あのスーパーでこちらの商品扱ってないですよね。もし取引をやめられたのであれば、ぜひうちで扱わせていただきたいんです。と熱弁。前田さんは、あのスーパーでうちの和菓子を買っていたというお客さんから、あっちのスーパーでは取引をやめたようだし、こっちで取り扱ってくれないかと聞かれたらしい。しかも、一人ではなく何人もだ。嬉しいことに、あのスーパーにうちの和菓子目当てで通っていた人もいたそうだ。前田さん自身もうちの和菓子が大好きだという。どうしてそこまでうちの和菓子をと聞くと、男性の祖父がうちの常連だったらしく、幼い頃から親しんだ味だし、お客さんが残念がる気持ちがわかるからだそうだ。そう言ってもらえたことが嬉しくて、俺は前向きに取引を検討したいという。そして前田さんのスーパーとの取引を始めた。市内に3店舗持っていて、そちらでも扱わせてほしいというので、今までよりも忙しくなる。すると、しばらくして店に電話がかかってきた。電話の相手は、俺だ、神山だ。と怒鳴ってくるが、俺にはそれが誰だかわからない。俺が困惑していると、俺のことがわからないなんてとんだ恩知らずだな。と怒鳴り散らす。どこかの取引先の人だろうか、それとも間違い電話か？俺は冷静に話を聞き出すと、ようやくその相手があのスーパーの店長だと分かった。今更俺に何の用だ？それに何の恩もないのに恩知らずとは。そう思っていると神山は強い口調で言った。向かいのスーパーに納品するなんて聞いてないぞ。どういうことだ？俺はため息をつく。ああ、うちがどこに納品しようとあなたには関係ありませんよね。しかし、神山の勢いは止まらない。ライバル店に納品するなんて契約違反だ。突然わけのわからないことを言ってくる。契約違反なんてしてないですよ。そんな契約交わした覚えもないですし。俺は冷静に言うが、神山はひたすら怒鳴ってくる。わざわざそんなこと契約しなくてもわかるだろ。おかげでうちの売り上げに響いてるんだよ。売り上げが下がった分お前に請求するからな。あまりに無茶苦茶な言い分に俺は反論できなかった。普通に考えればわかるだろ。今まで世話になっていたうちのライバル店に同じものを納品するなんてどういうつもりだ。損害賠償を請求するからな。覚悟して待ってろ。電話はそう言って切れた。妻が心配そうな顔でこちらを見てくるが、俺は笑顔で、心配ない、と伝える。実際、そんな請求をされたところで無効だし、
ライバル店に納品してはいけない決まりなんてない。そもそも勝手に取引を中止にしたのは向こうなんだから。まあ売り上げが下がって虫の居所が悪いんだろう。それから数日後、店に封筒が届く。開けてみると、神山からの請求書だった。うちがライバル店に納品して売り上げが落ちたからという理由で200万円を請求すると書かれている。しかも手書きだし汚い字だ。本当にこんなものが届くとは思わなかった。俺は念のためにいつもお世話になっている弁護士に相談したが、もちろん払う義務はないと言われ無視をする。でも神山はしつこく何回も電話がかかってくる。早く損害賠償払え。電話を取るとそんな怒鳴り声が響く。本当にこの男は一体何なんだ。払う必要がありません。弁護士にも確認しました。俺は何度もそう言うが電話は続いた。他のお客さんや取引先からの電話もあるので、電話に出ないとか電話線を抜くなんてこともできない。だから店に電話してくるのはやめてくれ。話があるなら顔を合わせて話そうと言っているのに、神山は聞く耳を持たない。それが3日続き、ついに俺は堪忍袋の尾が切れた。さっさと金払えよ。こっちは迷惑かけられてるんだよ。もはやスーパーの店長ではなく何かの取り立てのようだ。俺はいい加減頭に来ているので相手の態度なんか関係なかった。こっちの方が迷惑ですよ。何回も電話で怒鳴られてありもしない請求をされているんです。いい加減にやめてください。神山は怒鳴り返す。だったらさっさと金払えよ。その一点張りなので俺はきっぱりと言った。払いません。払う必要がないからです。むしろ払っていただくのはそちらの方ですよ。すると神山はようやく俺の言葉に耳を傾ける。はあ、何言ってんだよ。俺は目の前に用意してあった契約書を読み上げる。私の父と前の店長、つまりあなたの叔父の間では1年ごとに契約の見直しをしていました。契約書には取引を終了する場合には1ヶ月前に申し出ることが記載されています。勝手な契約解除には違約金がかかることも書かれていますよ。これは店長が変わったからって無効にはなりません。神山が黙り込んでいるので俺は続けた。あなたに契約終了だと言われた時にこのことを伝えようと思いましたが、聞く耳を持ちませんでしたよね。それに突然店長が変わってわからないこともあるだろうと、後から違約金を請求することもしませんでした。あなたの態度には頭にきましたけど、前の店長に免じて目をつむろうと思ったんです。でもあなたが訳のわからない理由で請求書を送りつけ、しかも何度も電話をしてくる。それならこっちだってきちんと契約書に書かれている違約金を請求したって問題ないですよね。そう言うと黙っていた神山が慌て出す。おい、ちょっと待て。もちろん俺は待ったりなんかしない。今からそちらにお伺いしますね。神山の反論は聞かずに電話を切った。俺はすぐに神山のスーパーに向かう。前田さんのスーパーへの納品は業者に頼むようになっていたからここに来るのは久しぶりだ。前田さんのスーパーは活気にあふれているが、神山のスーパーには人気がない。俺は唯一見かけた従業員に神山を呼んでもらった。そして請求書を叩きつける。これが契約書です。こちらにもあるはずですが、念のためにお持ちしました。よく読んでもらえますか。ここに書いてありますよね。神山に今までの勢いは感じられない。きっとこの人は対面すると強気に出られない人なのだろう。だからうちの店に来ることも呼び出すこともなく
ひたすら電話をしてきたのだ。こんなの払うものか。神山は勢いのない声で反論してくる。俺は続けて言った。それと何度も店に電話してきたことで業務妨害、不当な金銭を要求してきたので恐喝。これに関してあなたを訴えますからね。神山は一気に青ざめるが震える声で言う。そんな証拠もないのにできるものか。俺はにやりと笑った。電話の声はもちろん録音済みですよ。こんなことするつもりじゃなかったですけど、何度言ってもやめてくれないんで仕方ないですね。うちの店の営業にも支障が出ますし、あなたが電話をしてきていることでお客さんからの注文が取れなくて売り上げに響きます。ああ、これも請求していいんですかね。証拠があると分かった神山は青い顔のまま、待ってくれ、謝るから。違うんだ、これには訳が、と言ってきた。俺はひとまずその訳とやらを聞くことにする。和菓子を買いに来る客が意外と多かったんだ。それで客足は遠のいて、向かいの店で取り扱いを始めたからって客はそっちに流れた。うちの店は見ての通りだよ。これじゃ経営が苦しくて。俺はスーパーの方をちらりと見る。お客さん一人もいませんね。向かいのスーパーにはあんなにいるのに。そう言うと神山が声を上げていった。そうなんだよ、わかるだろう。俺はすがりついてくる手を振りほどく。でも俺には関係ありませんから。勝手に契約終了を通告したのはあなたです。それに古臭いのはいらないんでしょ。前の店長の時は昔からのパートさんも多くて和気あいあいとしているのが俺から見てもわかりましたよ。そのパートさんもあなたのせいで辞めて商品も入れ替えて生まれ変わったんですよね。その結果がこれでしょ。全部あなたの力量ですよ。自分の失敗を人に押し付けないでください。俺はそう言って請求書を置いてスーパーを後にした。後日弁護士を通じて正式に請求し、違約金は支払われ、業務妨害と恐喝に関しては示談を受け入れた。新しい和菓子の取引の件で前田さんに会うと。そういえば向かいのスーパー今休業中ですよ。やっぱりあの店長が悪かったみたいですね。という。前田さんは前の店長とは交流があったそうで、前の店長の容態が安定したことも教えてくれた。しばらくして前の店長がうちの店にやってくる。老いが申し訳なかった後頭を下げてくれたが、俺は、これ新作の和菓子です。よかったら食べてみてください。と、和菓子を渡した。その様子に横にいた妻がほっとした顔をする。前の店長は具合も良くなってきたから、甥っ子を追い出して再び経営を始めたそうだ。休業にしていたのは、甥っ子の神山がめちゃくちゃにした経営を立て直すためだったらしい。するとそこへ、厚弘、元気か?と、タイミングよく両親が店に入ってきた。突然のことで俺は驚いたが、日本一周旅行の途中で、一度家に寄りたくなったそうだ。そこで、前の店長と楽しそうに話をしていたので、何よりだ。ちなみに神山は、スーパーを辞めさせられた後に貯金がつき、お金を増やそうとギャンブルにはまった結果、借金苦に陥っているらしい。甥っ子はとんでもない奴だが、これには関係ないと。前の店長が怒りながら教えてくれた。俺は伝統を守りつつ、新作の和菓子も販売。最近では息子が店に興味を持ち始めているので、将来継いでくれるといいなと楽しみにしている。これ、なんとかなんないの?不機嫌に言うのは二代目社長。相手の要望は契約金を下げること。しかし、どう考えても無理なのだ。何度説明しても分かってもらえない。だったらもういいわ。
ため息をつきながらそう言われ、俺は猛烈に腹が立ってきた。今に見てろよ。俺の名前は坂下。40歳で IT 企業の社長をしている。10年以上前に立ち上げた会社で、システム開発やホームページの制作が主な仕事だ。中でも、うちの企業の売り上げの大部分を占めているのはオンラインショップだ。従来のものとは違い、ホームページの作り方に特徴があって、高齢者でも直感的に操作ができる。企業間取引に特化したオンラインデパートみたいなものを作り上げた。誰でも気軽に参加ができるので、利用者も増えてきている。市場規模は1兆円といったところだ。この技術を提供しているのが、地元の特産品を使った食品を扱う企業。ここの社長は、俺が会社を立ち上げた時に初めて顧客になってくれた。最初はホームページの作成を頼まれたのだが、いろいろ仕事を任せてくれるようになり、信頼関係が成り立っていた。そこで俺は仮想空間を使った商品販売を提案したのだ。すると、今までにない客層から注文が入るようになり、社長は大喜び。自分では考えつかない方法だと感心してくれ、ウィンウィンの関係を保っていた。しかし、高齢だった社長は、ある日、自宅で倒れてしまったそうだ。命に別状はなかったのだが、社長を引退することになったという。後任は、当時専務だった森山に決まった。俺はこの二代目社長である森山とはあまり話したことがなかった。初めて森山から仕事の連絡が来たのは契約について見直したいという内容。商談に行くと森山は、これなんとかなんないの?と俺を見下したような態度で迫った。契約金を下げろというのだが、これは相場よりかなり安い金額だ。前社長にはお世話になっていたから、格安で仕事を引き受けていた。だから、正直なところ、値下げには応じられない。むしろ値上げしたいくらいだ。すると森山は、ちょっとパソコンいじるだけでこの金額?ボロい商売してるよな。こっちは汗水流して働いてるっていうのにさ。と言ってきた。その言い方にカチンとくる。でも、なんとかこらえた。森山は俺が言い返さないのをいいことに、あんたみたいな下請け、うちの契約がなくなったらやばいんじゃないの?こっちの要望聞いた方がいいと思うけど。と、ニヤニヤしながら言ってくる。俺は懇切丁寧に契約内容を説明し、これ以上値下げができないことを伝えたのだが、森山はだるそうに頬杖をつきながら聞き、だったらもういいわ、と言った。もういいというのは、俺は無性に腹が立っていたが、なんとか口を開く。すると森山は勝ち誇ったように言った。オンラインでの出品ってもう目新しくないよね。これもう数年やってるけど利益が実店舗と変わらないし。実店舗では家賃や光熱費がかかるが、オンラインショップはほとんど維持費がかからない。だからもっと利益が出てもいいだろうという考えなのだろうが、手間をあまりかけずに実店舗と同じだけの収入があれば十分じゃないだろうか。もっと話題になるようなことしないとさ、俺が社長になったんだから、今までとは違うことをやらないといけないんだよ。森山が何を言いたいのかわからず、つまり?と聞き返すと、森山はにやりと笑った。時代錯誤の下請けは用済みってこと。今、時代錯誤の下請けって言ったよな。取引先に向かって言う言葉か?森山の神経が信じられず、ポカンとしていると、森山はパンフレットのようなものを出した。最先端のベンチャー企業に乗り換える。
そのパンフレットはどこかのベンチャー企業のもののようだ。まじまじと見て俺は口を開く。ここと契約されるんですか？森山は大きくうなずいた。そうだ、ここの社長まだ20代らしいぞ。若いのにしっかりしててな。契約金も破格だからこっちに乗り換えようと思うんだ。きっと森山は何も分かっていないのだろう。俺はもう諦めた。わかりました。前社長にはお世話になりましたが、今後の取引は中止とさせていただきます。前社長によろしくお伝えください。そう言って頭を下げると森山は笑い始める。わかったわかった、まあせいぜい頑張れよと上から目線で俺を送り出した。このまま取引を続けていてもうちにとってプラスになることはないだろう。だったら思い切って契約を切ってよかったと思う。それにあのベンチャー企業って確か。その後俺は別の取引先にオンラインショップの提案をしに行った。反応は様々だったが、いくつかの取引先がぜひにと言ってきたのだ。あの会社にかけていた時間がなくなったので、その分は他の取引先に回せばいい。それに値下げをしない分こっちの方がうちとしては儲かるのだ。中でもイベント企画会社が乗り気でオンラインでのイベントを企画したいと、かなり大規模な契約になった。しかもオンラインでのイベント会場でいろいろな店を出したいとのことで、取引先の食品メーカーを中心に話を進めることになった。俺は今まで以上に忙しかったが、その分かなりの収益を上げることになったのだ。イベントが成功すると他の取引先や新規の企業からも出店したいと問い合わせが相次いだ。あの森山じゃなく前社長だったらここで大きな利益を上げていただろう。そう考えると残念だったが、時代錯誤の下請けとまで言われて取引をするつもりはない。前社長への恩はもう返し終わっただろう。これからは森山が経営方針を決めるのだから、うちは縁を切る。そういえばあのベンチャー企業との契約はどうなったのだろうか。ふとそんなことを思い出す。あの取引中止をした日から1ヶ月ほど経った頃、アポなしの訪問者がやってきた。坂下さん、お客様ですがどうしましょう。うちの会社も仕事が増えたので何人か人を雇ったのだが、その新入社員が声をかけてきた。俺が出ていくとそこにいたのは森山だ。眉を吊り上げて腕を組んでいる。何か怒っているのだろうか。ご用件は？と聞くと、話があるとブスッとした顔で言う。仕方なくミーティングルームに通した。すると森山は、この金額で何とかしろと言ってきたのだ。は？わけがわからない。その提示金額は以前の契約金よりもはるかに低い。何をしろと言うんですか？と聞くと、うちにあるのは過剰在庫だけ。他は何もかも失ったんだ。だからこの在庫を売って事業再生を行う。と言ってきた。そこで俺はおおよその見当がついた。俺は鼻で笑う。もしかしてあのベンチャー企業にやられたんですか？そう言うと森山の目が泳いだ。最先端のベンチャー企業ですか。なんとも危険な言葉ですね。俺が言うと森山は眉を潜める。ベンチャー企業は確かに割安かもしれませんが、内容をきちんと調べないのはどうなんでしょう。今後の経営にも関わることを調べもせずに金額だけに飛びつくなんて、社長としての器はどうなんですかね。なんだと？俺の言葉に即座に反応する森山。
あなたの会社で起こったこと言い当てましょうか。あなたが安い契約金に飛びついたら、契約した相手は悪質なベンチャー企業だった。オンラインで商品販売ができるからと、実店舗は閉店でもさせたんでしょう。森山の顔が曇る。おそらく俺の言う通りなのだろう。もしかして、生産工場もベンチャー企業から紹介されたところに変えました?森山は目を泳がせる。必ず売れるからと生産数を大幅に増やされ、その契約金を支払うと納品されたのは今までよりも味が落ちた商品の数々。オンラインでの販売は全く売れず、味が落ちたために顧客も離れていく。残ったのは過剰在庫と借金だけ。違いますか?森山の顔色はどんどん悪くなる。どうしてそれを?俺はゆっくりと笑う。あのベンチャー企業、以前聞いたことがあるんですよ。安い契約金を提示して、後からあれもこれもと金額を釣り上げる。生産工場もグルらしいですよ。ネットで噂になっていたのを見たことがあります。あのパンフレットを見た時にピンときたんですが、確証が持てなかったのでお伝えしませんでした。森山は眉間にシワを寄せる。知っていたのか?だったらなんで?俺はその言葉を遮った。ですから、確証が持てなかったと言いましたよね。それに、前社長でしたらアドバイスしましたが、あなたはうちのことを時代錯誤の下請けと言いました。そんなことを言ってくる人にアドバイスするほどお人よしじゃないですよ。森山は唇を噛む。それに、儲け話に飛びついて、後先考えずに相手の言いなりになって契約したんでしょ?気づける場面はいくつもあったと思いますよ。他の社員が止めることはなかったんですか?森山の目を見ると、森山は視線をそらす。それを見て俺は笑った。どうせ社長の言うことが信じられないのかとか言って、社員の助言も聞かなかったのでしょう。その様子じゃ社員ももう残ってなさそうですね。森山はうつむいた。で、今日のご用件は何でしたっけ?森山は唇を噛みながらも、だから、在庫を売りさばいて、事業を再生させるんだ。家賃を支払う余裕はないから、インターネットで。と言う。俺はため息をついた。オンラインでの販売って、そんな簡単なことじゃないんですけど。確かに実店舗を持つよりは初期費用は安いです。でも、あなたの言う在庫って、味の落ちた賞味期限切れ間近の商品ですよね。誰が買うんですか?すると森山は反論する。そんなもん、売ってしまえばこっちのもんだ。とにかく今は在庫をさばいて金を作りたい。事務所の家賃も滞納していて、もうそこも追い出されそうなんだ。俺はその言葉にカッとなった。あなた、商売を何だと思ってるんですか?全部自分の都合ですよね。よく社長になれたものですよ。俺はその場でパソコンを開いて、森山の会社の口コミを検索する。これ見たことあります?あなたの会社の評判です。総合的に言うと、味が落ちたのに高くなった。もう買わない。ということですね。パソコンの画面を見せながら言うと、森山は眉間にシワを寄せた。嘘だ!そんな評判が広まっているわけないだろ!と森山は言う。もしかして自分の会社の評判を調べることもしていないんですか?俺は呆れてしまう。高い勉強代だと思うしかないんじゃないですかね。少なくとも前社長はいつも顧客の声に寄り添っていましたよ。そう言うと森山は怒鳴り始めた。前社長はどうでもいい。あんなのただの老害じゃないか。俺は社長になるためにあの老害にペコペコしてきたんだよ。思惑通り50歳で2代目社長に就任した。それなのにこの仕打ちはなんだ?
お前があの時に止めていれば、こんなことにはならなかっただろう。お前のせいだ。どうして森山が社長になれたのかと疑問だったが、社長に就任するまでは周りに媚びを売っていたということか。前社長が任せるくらいだし、それなりに優秀でもあったのだろう。もしかしたら、ここまでおかしな行動に出たのは、どんどん悪くなる自分の状況に焦っているのだろうか。完全に周りが見えていないようだ。でもそこに俺は関係ない。俺のせい？どこがですか？どうせあの時話していても、俺の言葉なんて信じなかったですよね。あなたが全てを失ったのは自業自得ですよ。そう言うと、森山はバンとテーブルを叩いた。もういい。他に最先端の IT 業者を探し出してやる。今に見てろ。そう言って出て行ったのだ。その姿を見て、何ですかあれ、という新入社員。俺はため息をつきながら、元取引先の二代目社長、うちのことを時代錯誤の下請けって言った人だよ。ああはなりたくないな、と言った。数日後、また森山がやってきた。何の用だ。どうせろくな話じゃないだろう。そう思い、今度は中に入れることもせず、玄関先で話をする。すると森山は、お前ら、オンラインイベントとかいうのをこの間やったんだってな。食品メーカーも参加したそうじゃないか。どうしてうちを呼ばなかったんだ。と、どこから聞きつけたのか怒鳴りつけてきた。俺はひるまずに答える。やりましたよ。相当な売り上げも上がりましたし、イベント会社や食品メーカーからも好評でした。でも、あんたのところなんて呼ぶわけないでしょう。何度も言うけど、取引先を変えると言ってきたのはあんたの方だ。いい加減にしてくれませんか？森山がこんなに粘着質なタイプだとは思わなかった。俺はさすがに気がめいったが、森山は懲りずに怒鳴っている。お前が会社を立ち上げた時に、うちの会社が取引してやったから今があるんだろ？その恩くらい返してもいいんじゃないか？もうため息しか出ない。俺は森山を睨みつけた。あんたに恩なんて一つもないよ。恩があるのは前社長にだけ。あんたに、取引してやったなんて言われる義理はない。そう言うと森山は俺に殴りかかってきた。とっさに避けると森山はそのままドアに激突。それでドアの装飾が割れてしまった。俺は事務所の中にいた社員に、警察呼んで、と言うと社員は即座に警察を呼ぶ。痛がっている森山を見下して、本当に自業自得ですね、と言ってやった。警察が到着し、事情を説明すると、森山は俺に殴られたと嘘を言う。警察が困惑しているところへ、新入社員がノートパソコンを持ってきた。これ、防犯カメラの映像です。と言って再生させる。玄関に防犯カメラをつけておいたのが役に立った。違う！俺はやっていない！と森山は叫んだが、俺は冷めた目で見る。防犯カメラに映ってますよね。自分のしたことには責任を持ってくださいね。森山は何やらごちゃごちゃ言っていたが、警察に連れて行かれた。頭に来ていた俺は、暴行と器物損壊で森山を訴えることにした。さすがに前科がつくのを恐れた森山は、示談を申し出てきたので、俺はさっさと示談金をもらってこの件を終わらせる。もちろん森山の会社は倒産した。社長を継いで数ヶ月で倒産させるなんて、ある意味才能だと思う。その頃、退院して元社員から事情をすべて聞いた前社長が、わざわざ電話をくれて謝罪したいと言ってきた。俺は見舞いがてら自宅を訪問する。
坂下くん、よく来てくれたね。と、笑顔で迎えてくれる前社長。森山の件を謝ってくれたが、前社長が頭を下げる必要なんて全くない。しかし、前社長は、森山くんがそんな人間だと見抜けず、専務として働いてもらっていたことも原因だ。本当に申し訳ない。と言う。俺は他の社員がどうなったのか聞いてみた。すると、実は森山くんにはついていけなかったが、お客様に喜ばれるものを作りたいと、元社員たちが別会社を立ち上げるらしい。と言う。彼らの力になってやってくれないか?と言われたので、俺は大きくうなずいた。そして前社長は、ちなみに森山くんだが、今回の件で家族にも大激怒されたそうで、奥さんとは離婚、家を追い出されたらしい。と、森山の状況を教えてくれた。借金を抱えたまま県外に逃げたらしいが、連絡もないので、その後はわからないらしい。俺の知らないところで最先端の事業でも立ち上げればいいと思う。ま、おそらく無理だろうが、と思うと笑えてきた。森山は文字通り全てを失ったというわけだ。あの会社の元社員たちが立ち上げたのは、以前の会社のノウハウが使えるような食品メーカーだった。うちとも取引をしていて、オンラインイベントへの出店も始めている。うちの会社はますます収益を上げていて、これからも忙しい日々を送りそうだ。